私の名前はラム。大学時代の友達グループの一人のカイリと結婚して早数年。夫婦仲は良く、休みの日にはデートしたり、大学時代の友達と遊びに行ったりすることも多い。ねえカイリ、今日はどこ行こっか。ラムが行きたい場所、どこでも連れてってやるよ。俺ちゃんの上でいつまでイチャついてんだよ。乾杯。ラムのところは子供まだなの？うん、そろそろ欲しいなとは思ってるんだよね。ラムちゃん、いいお母さんになりそうだよね。カイリんとこは同居とかするの？いや、それはないな。家も近いし。でもお母さん一人暮らしで心配じゃない？まあな。だから月に何回か顔出してるよ。そう、私たちの家と義実家は比較的近いため、定期的に顔を出しているのだけど。あら、いらっしゃい。ああ、相変わらず元気そうで何より。まだまだ私は若いし、心配いらないわよ。お母さん、こんにちは。お邪魔します。義実家に行くと、お母さんはいつも笑顔で出迎えてくれるが、あまり私とは話さない。いつも二人はパーフェクトソーシャルディスタンス。今日も腕によりをかけて作ったわよ。いっぱい食べてね。いつもサンキュー。イボはいつも行くと食事を振る舞ってくれるのですが、ありがとうございます。私の分だけやたら焦げてたり、クズ野菜ばかりだったりと、小さな嫌がらせをされる。あー、やっぱり今日もなのね。よく飽きないな。食べられないわけじゃないけど、地味にイラッとする嫌がらせに私はストレスが溜まってきていた。そして帰り道。ねえカイリ、また今日も焦げ焦げな魚でめっちゃ苦かったんだけど。え、また？俺のは普通だったんだけどな。野菜もヘタとか皮とかばっかだったし。悪い、気づかなかった。まあたまにのことだし、我慢してくれよ。気づいた時には注意してくれるが、義母に甘い帰りにも怒りが溜まっていく。そして別の日。はい、ラムちゃんの分ね。カチカチのご飯、クズ野菜と魚だったもの。僕がなんだかわかるかな。ちょ、これお母さんやりすぎ。もはや隠す気もないひどいご飯に思わず笑いが出た。料理たちから泣き声が聞こえるような気もする。クイズやってる場合じゃないよ。ピエン。おい、なんだよこれ。俺のと違いすぎるだろ。カイリも思わず語気を荒げて義母に詰め寄った。何よ、せっかく作ったのに文句あるの？ちょっと身が崩れたり焦げたぐらいでぐちぐちねちねち、うるさいわね。出されたものはありがたーく食べなさいよ。可愛げのない嫁だこと。もはや気持ちいいくらいの開き直りをいただきました。なんでラムのだけひどいの出すんだよ。そりゃ息子には美味しい部分をあげたいと思って当然でしょ。普通は客に美味しい部分を出すだろ。あら、いつまでもお客様気分だなんてずずしいのね。おお、これが噂のムチコタンラブ。怒る帰りを気にも留めず、むしろドヤ顔な義母の姿に私はポカーン状態。まあ食材に罪はないので、口論している横で無心で食べることにした。岩のようにワイルドに進化した唐揚げだけど、火は通ってるわね。ふんふん、家越えてパオン。いつも気づくとはっきり言ってくれる帰りだが、苦労して一人であなたを育てた私にそんなひどいこと言うなんて、ラムさんの影響なのかしら。え、そりゃ母さんに感謝してるけど、でもこれはさすがに。シングルマザーとして一人でカイリを育ててくれた母には強く出られない。そして今日もうまく丸め込まれてしまった。ごめん、まさかあんな。隠す気ゼロだったよね。今日は怒り超えて笑ったわ。母さんがあそこまで。うなだれるカイリの姿に、このままじゃダメだなと思った私は、カナデやハルに相談することにした。ちっちゃいことだけどさ、すごいストレスよ。はーい、嫁姑問題あるあるだよね。食べ物関係は嫌だな。黙ってやられっぱなしって悔しくない？やり返しちゃいなよ。ハルちゃんは今までやり返したことあるの？もちろん、いい嫁キャンペーンなんて早々に終わらせたやのさ。どんなことやったか教えて、参考にしたい。やられたことをちょっと持って返しただけだよ。倍返し、倍返しなの。同居の姑に掃除も料理も全部できてない嫁失格って言われ続けてさ。なのに旅行の時とかは留守番させられてて、ちまちまやり返してたけど鬱陶しくて、義両親が泊まりがけでいない隙に浴槽と洗濯機を寒天で固めて、
義母の部屋をサラダ油でワックス掛けしたぐらいだよ。それは思い切ったわね。義両親が帰ってきた後、怒られなかったの？めっちゃ鬼電来たけど、引っ越ししたし、もう絶縁するんでって。旦那もなんだかんだ協力してくれたし。彼の衝撃発言にびっくりしたけど、先達者がいると思うと心強かった。私も一丁かましてくるわ。その息だよ、倍返ししたれ。いけいけのよいさよさ。ラムザワ直樹全開で頑張って。その後、ハルとカナデと作戦会議をして帰宅した。私は入念に計画を立てた。カイリー、私はこれからラムザワになることにしたから。え、ちょっと待って、意味がわからん。もういい嫁キャンペーンは終わりよ。なんで私だけご飯で嫌がらせされるのか意味わかんない。あまりひどくて笑っちゃったのも悔しい。私絶対やり返すから。おおごめん、そこまで追い詰めて。そして来たる決戦の日、義母を日頃の感謝という名目で呼び出した。お母さん、こんにちは。あら、ずいぶんご機嫌ね。お母さんが来てくれたのが嬉しくて。皆のもんの戦じゃあ。今準備してるんで、ゆっくりしてくださいね。ちょっとカイリー、ラムさん気持ち悪いんだけど。母さん、失礼だろ。しょうがないじゃない、悪気はないのよ。聞こえてるっつーの。気持ち悪いのはあんたの嫌がらせだわ。さて、そろそろ準備できたかな。お待たせしました。な、何よこれ。あ、いけない。あと、うちの母に送ってもらったおかずも出しますね。おいしいよ、お肌プリプリになるよ。私の大好物なので、お母さんもぜひ。やだ、気持ち悪い。遠慮せず召し上がってください。お母さんの口に合いますよ、きっと。どういうつもりなの、ラムさん。義母である私にこんなもの出すなんて。カイリー、こんな嫁とは離婚しなさい。生米で食べるなんて、私はスズメじゃないのよ。どうせならスズメに食べられた。お母さん密です。ママとりあえずお茶でも飲んで落ち着いて。母さん、ゴリラ化すんのか。これ何、めんつゆじゃないの。やだ、お茶と間違えてめんつゆ入れちゃった。ちょっとラムさん、いい加減にしなさいよ。ちょっとお米炊き忘れたり焦げたり入れ間違えたくらいでぐちぐちねちねち、うるさい姑ですね。出されたものはありがたく食べるんでしょね、お母さん。うはー、やっと言うた、気持ちいい。私、実は妊娠してることが分かったんです。え、今はまだ初期ですけど、お母さんの家に行くと何食べさせられるか分かんないし、怖いのでもう行きません。生まれてくる子にも食べさせたくないし、絶縁します。ラム、本当か。こんな嘘つかないわよ。母さんには恩があるけど、俺はラムと子供を守りたい。悪いけど、もう母さんには二人を会わせたくない。そんな、今後母さんと会うのは俺だけ。俺がいない間に来られるのも嫌だし、引っ越すわ。いやよ、せっかく孫ができたのに。恨むなら過去の自分を恨めよ。ごめんなさい、謝るから許してよ。カイリは泣き崩れる義母を引きずって車に押し込んで実家へ連れて帰った。帰宅後、カイリは改めて私に謝罪し、良き父として今後しっかり守ってくれると誓ってくれた。すまん。そして春と奏にも無事ラムザワ計画の完遂を報告。やる、最後は鬼海しか勝たん。星尽くし、私も食べてみたかったな。食べたかったんかい。無事に引っ越しも終えて、義母に煩わされることもなくなり、平和になりました。あと少しで会える我が子と家族3人、おいしいものを食べて幸せに暮らしたいと思います。最後まで見てくれてどうもありがとう、ラムよ。私のラムザワ計画、みんなスカッとしてくれたかしら。よかったらコメント欄で教えてちょうだい。それから最後に、ほんのちょっとだけソプラノ漫画からお願いがあるの。
ソプラノ漫画はいつも見てくださってる、そこのあなたのおかげで成り立ってるわ。制作チームもあなたに楽しんでもらいたいって心から願ってるの。この先あなたがあの時からソプラノ見てたって自慢できるようにちゃんと進化していくから、高評価ボタンやチャンネル登録で応援してちょうだいね。後でじゃなくて今やってちょうだい。どうもありがとう。これからもよろしくね。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。